レフェリーが大場秀弘さん、アンパイアが本間達也さんです。テーブルオフィシャルは経過高等学校のバスケットボール部の皆さんです。両チーム、コーチ陣から紹介されます。この新チームになってきて、ただどうですかね、この両チームともにウィンターカップはこの2016年大会出場していないんですが、だいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいですね、練習してきてますよね。してますね、はい。特にアレセイアの方がやっぱり早かったですかね、神奈川が終わるのはウィンターカップ予選ね。そうすると、そういう面で言うと、まずいろんなこうフォーメーションもですね、自分たちの練習してきてるかもしれませんね。ちょっと今までやっぱり試合経験ないプレイヤーもやっぱり練習ゲームは、こなしてると思うんですね、スターター4番のサラシナ元木、2年生です。5番の草柳陸、2年生。6番のキング海、2年生です。7番のセンタープレイヤーエマニュエル・オヌアブチです。2メートルです。2年生。15番の杉山青い、1年生、190センチあります。1年生が1人入っています。高さではこのアレセイヤ湘南という形になってくるかもしれませんが、一方の常盤台高校、リーグ戦では京北を80-72、そして埼玉栄を81-68で破っています。4番の山口亮太、2年生。そして5番の桃田健、2年生。8番の相澤由良、2年生。12番の鏡永遠、2年生。そして13番の大内歩夢です。180センチ、2年生です。いずれも2年生のメンバーとなっています。さあ、いよいよ優勝決定戦ということになりました。白のユニフォームがアレセイヤ湘南、そして青のユニフォームが常盤台高校。ボール常盤台ですが、このボールサイドラインを割っています。今一番最初ね、チップホールドが狙ってよかったんですけどね、ボール取ったんですかね、小野淵が取ったんですが、から今は、やはりそこですね、きますね、パワープレー。ペイントの中に割り込まれてしまうと抑えようがないですからね、身長差が山口とは10センチ以上ありますが、アウトサイドのショット外れたが、このショットもリバウンド高い。エマヌエル・オヌアブチ、うまいですね、サラシナ。このチームは4番のサラシナ君と6番のキング君ですよね、この2人のアウトサイドから攻めと、15番杉山君ですね、ここら辺のやっぱり機動力が非常にいいですから、逆に常盤台の方はアウトサイドシュートですね、今日ね。そうですね、オフェンスを捉えましたね、今ね、オフェンスですか、エマニュエルが取られました、ね、今ね、小野淵が取られましたか。第1クォーター、
常盤台高校インサイド入れない。ここでジャンプショット、そしてやはりリバウンド常盤台としては非常に苦しい。キング海押したボール、さあここからそこを持っていけるかどうか。もまたそのまま行っていいですね、ファールもらいました。キング海のファール、まあ、このここね、もまた君というのは突破する力を持ってますからね、このドライブインがと、うん、スピーディーです。予選リーグでは2試合41ポイントを上げています。落とした、2本とも落としたが3アウサイド入らない。サラシナ、はいですね、オヌアブチに、はい、いや軽々と決めてきます。エマヌエル・オヌアブチは多分ダンクショットもできそうですね。もう楽にできるでしょうね、はい、今ちょっと常盤大学の方が後手を踏んだんですよね。ここをやっぱり予選リーグの2試合の気持ちになってもう一回チャレンジでね、これはサラシナ君の使い方が非常にうまかったですから、いいですね、はい、まあ予選で7本決めてるんでね、そうなんですよ、山口君ね、非常にいい形でスリーポイント決まったというのは落ち着くんじゃないですかね。2試合で7本のスリーポイントを決めて合わせて49点を取っている山口です。わー、返しますね、来ましたね、サラシナ打ち返しました。あれ聖夜の中学校から上がってきてジュニアクラブの時はしてるんですけどね、やっぱりシュートも上手いですからね、はい、サラシナ君ね、予選リーグでも2試合で、ま、2本のスリーポイントショットを決めてきています。ボールはアルセイヤ、15番の小野寺を入れてきました。181センチ1年生です。ガードです。1ゲーム前の東洋大附属慶北高校でやった時はもう本当スリーポイント4本決めたんで、はい、まあ、慶応とやっぱり常盤大学というのはかなり練習とかするんでね、ただその中の情報にないプレイヤーでしたね、15番はね、本田君はね、あ、小野寺君ですね、小野寺ですね、スリーポイントショットが本当に得意ですよね、はい、2試合で20ポイントを取っています。変えてきましたね、変えてきました、鏡を入れてきました、2年生、ここで今これ小野淵がファウル2回ですか。ああそうですか、じゃあチャージングで次がスクリーンプランとかですね。ああそうですね、はい、草柳オヌアブチに、あっとファールですね、はい、ここ12番鏡のファールです。まあ一番身長高くて結局この常盤台の場合には183センチの山口、あるいはナマイサーの184センチというのはありますが、どうしてももう2メートルのオヌアブチとはミスマッチ気味になります。おっとここでそこに行けない、入りました、はい、いい形で来ましたね今ね、桃田が決めて草柳、サラシナスクリーンに入る、小野淵キング界には渡らない、あーっと押しましたね山口君ね、山口のファールがありました。もうやはり2ファールで小野淵下げましたね、もうエマニュエルを、12番の長谷が入ってきました。リーグ戦では2試合19ポイントを取っています。
ダブルティー右に行った、はい、ただ空いた、これでフリーで来ますね、さらしなくて、さすがですね、はい、早くもさらしなが8得点です。落ちた、あーっと意識しましたね、まだ、はい、今そうですね、ブロックショット来るというふうにちょっと見ましたか ね、 はい、意識してしまいました ね、 12番の長谷、2年生が入っています。アルセイヤ、うん、ビョズバール、長谷からサラシナ、これも決めた、3本目のスリーポイントショット、非常にスムーズですよね、彼のプレーはね。あー落ちたか、マラー、トキア大ボール、おお、よく決めましたね、決めましたね、角度のないところ、山口ですね、またね、15対7第1クォーター、最初の5分を切りました。キング海が行って参りましたと、181センチのキング海、エアボール、サラシナ、ここでそのまま行って、あー、オフェンスファウルですか、チャージングを捉えました、長谷ですね、今ね、長谷がここで待ち受けていた山口ですか。今エマヌエル・オヌアブチは早くも2ファールでベンチに下がっています。あっと、これでフリーそうですね、2回目のファールで、ティームファールが、いや、5つ目ですから、アルセイヤがそうですよね、まだこれファールタイムですよね、アルセイヤの方が、13番の大内、二投目の差がよく今の取った、このパス通らない、サラシナそのまま持っていきます、あのステップワークですね、またターンオーバーになるか、なるか、あっと、またファールですね、近海ですか、うん、3回目ですね、3回目、はい、キング回もう3つ目、いや、これはちょっとアルセイヤとしてはファウルトラブル、やはりこういうとこやっぱり新チームに変わったというところで、はい、あるんでしょうね、このね、ディフェンスが落ち着かないところですね、相澤フリースローを入れてきました。今時話題からすると4番のサラシナ君のプレーは止めていかないと、はい、彼がやっぱりポイントゲッターになってますからね、今。そうですよね、はい、15番の小野寺、1年生です、4番のサラシナ、キング界小野アブチは今いません、うん、このルーズボール、まだアルセイヤが持っていってファールもらいました。山口が2ファールになりました。いや、シュートタッチが非常にいいですね、山口リバウンド取って、ここでまたファールでブロッキングがあってフリーフローになります。アレセイヤとしてはもうティーンファール5つを超えていますので、シュートモーションでなくてももちろんフリースローに入ります。13番の大渕下がりました、12番の鏡が入ってきました、
まあ、こうやってファールを誘ってそれでフリースローで点を取っていくというのも一つの大きいですね、はい、勝負ね。でこれはちゃんときっちり決めたいんですよね、はい、草柳ん激しいディフェンスで5個目から打ってリバウンド取ったのは12番加賀美、180センチ、時和台高校。打てない、ここでリバウンド、16番の本田が入っています。1年生です。いいパスが通ったが入らないですね、はい、入らないか。アルセイヤの16番の本田もスリーポイントシューターです。リーグ戦では6本のスリーポイントを決めてきている。サラシナ3人に囲まれてフリーで、あー落ちたか、スリーポイント決まりません。本田、あー、いいパス、これはいい形ですね、はい、やっぱインサイド側の高さがなくなってますから、はい、あっとこの同じように本田、おお、結局は時笑い、ここでリズムを取り戻すことができるかどうか。さあ、決めてきた、いいですね、山口ね。山口が今8点になりました。この対決勝戦の前、優勝決定戦の前、リーグ戦では7本決めてきて、じゃあ4本ですね、しかし4本目ですよ。いやー、さらしな17得点、23点ですよ、17点ですからね、すごいですね、第1クォーターですね。果たして何点までいくのか。あー、ここはこれもフリーで落ちた。サラシナ、草柳、両ガード、本田打たない、まだ打たない、アルセイヤ、ここからどうするか。サラシナに打たせるか。5秒、あ、いいですね、決めてきました。ワンクラッチ入れて5番の草柳、桃田のショットはやばい。今場所も6番勝っています。まあ、ここから速攻に行きそうだが、このバスさらしな5番ですね、まあ、止まんないですね、そうですね、早くも20得点いいパスが通ったんですが、サナシナ選手一人にやられてるような感じですかね。どうするか、ディフェンスぴったりくっついていくかどうか。ダブルチームに行った、あのボール、さあ楽々とここは決めて、今28対17、11点差。さあここで打って第1クォーター終了です。いやー、もうなんといってもこの28点のうちにサラシナが20点ですかね、20点。アルセイヤ湘南です。ここもキングカイは出て、うーん、ダブルドリブルか。5番の草柳ちょっとミスが出た。キングカイもエマニュエルね、あのキミアブチもやっぱこれ出れないでしょうね、これね、ちょっとやはり後半競った時嫌ですよね。そうですね、やっぱり3つ目のファールっていうのは一番嫌ですから、キングカイに至ってはね、もう3つしてますからね今ね、はい、8番の畑が入ってきました。169センチです。サイズはそれほど大きくありません。アルセイヤ、ここからインサイドうまくいった。15番の杉山が190センチが入っていますが、
その杉山君があまり来てないんですね。そうなんですね。さらしな、ナイスパスでフリーで打って押したボール。今度はさらしながそのまま行って決めてくる。うん、ここは杉山が頑張りました。190センチリバウンド取った。長谷。8番の畑。さらしなをどうやって止めるか。止まらないですねこれ。やめたな、これ止まらないですよ。すごいですね。もう本当に今日。全く止まりません。あれ？入れないところですね今ね、はい、杉山入れることができない。今度はリバウンド取ったのは時代高校。そのままゴール下パスを通して時代高校のボールです。ここでタイムアウトを取ったのが時代高校です。どう止めればいいですかね。やっぱりね、ボックスアンするかもう持たせないってこと、持たしてから守るっていうことはやっぱり非常に厳しいんじゃないかなと思うんですよ。だからあそこのところはもうボックスアンに思い切っていっちゃうしかないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。そうですね、という戦法で、さあ時和大高校はいかどうか。田谷さん、田谷さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いや、とにかくアレセイヤの4番のサラシナが止まりません。今田渡ヘッドコーチも言ってましたけど、ボール持たせないところ始めるしかないですね。そうですよ ね、はい、あ、トラビングですね。5番のモマタ、非常に突破力があります。ここで13番大内がアウトしました。6番の2年生古木が入ってきた。田渡に監督がおっしゃったように、もうとにかくさらしなにボールを持たせないという一つの時代高校のディフェンスで来るのかどうか。あとはオフェンスを焦らないことですよね。今あの大きな差は出てないわけですから、インサイド勝負しても大丈夫かもしれませんが、汗取った。ここからアルセイヤ、杉山中に入れて、ちょっと今タイミングが合わなかったか。ハセ、このジャンプショット決めてきた。8番の相澤、8得点。うわ、サラシナに渡って決めてきますね。本当ドライブ感も柔らかいですよね、すごくね。26点です。前半です。まだ第2クォーターです。きついディフェンス。このバル、13番の時和台、大内を入れてきました。16番の本田が下がります。10番の菅沢が入ってきました。アルセイヤ、現在36対21、アルセイヤリード。時和台、ここで山口のショットを押してリバウンド争い、空中戦。アルセイヤ、小野淵、キング会、2人は今いません。コート上、わあ、うまいパスマッチですね。うまく抜けた。12番の長谷が決めました。
今はそれほど高さはありませんが、それに対する、いや、ここはうまくパスが通ったが跳ねないか。さらにもう一度行って、このボールも早いタイミングで打っていくんですが、ボールは時笑い。入れないですね、まだ今5本、6本ぐらい打っていきましたね。それでも入りません。サラシナにもらったせると必ず今日点を入れてきます。インサイド、このボール15番杉山のファウルです。1回目です、1つ目のファウル。なんとかあと5分で1桁にはしたいですね。今17点差ですから、はい、第2クォーター、ここは決めてきて、アイザーですよね、アイザー10点目を取りました。杉山、一勝です。サラシナ持った、インサイド、軽々とドライブしていきます。これだけスリーポイントが入ってるとやっぱりプレッシャーかけてきますからね、その分ドライブが非常に効いてますね。サラシナ今28得点です。12番長谷のファール。残りは4分30秒です。2年生の古木が入ってきました。13番の大内が下がります。桃田のフリースロー、果たしてその得点差が一桁台になるかどうか。川崎ヘッドコーチ、フリースローで2点取って、サラシナに渡った、渡った、これでまたサラシナにはいかない。弾いた、弾いてない、杉山がここ決まらない。次の得点欲しい、山内惜しいですね。あーボールをコントロールできませんでした。5番の草柳、それから9番の萩野が入ってきます。8番の畑下がっている。草柳がボールを持って、あーっとダブルドリブルでした。15点差、これ1つポイントですね。ここね、1桁にするよね。お、ここで取れるかどうか。いいですね、はい、取りましたね。13点差、ただサラシナが持って、いやナイスアシストです。いやショット打ってよし、アシストよし、もう縦横無尽です。インサイド、おお、よく決めてきました。6番のプリキー、13点差、草柳から長谷、ここで打って押したボール、一つ一つね、こうじわじわとこう詰まってきてますから、はい、ここがチャンスですね今ね。ここでタイムアウト、常盤台高校です。第2クォーター残りは2分53秒、13点差で引き離そうというところに、やっぱりあのなんとなくサラシナがショットを打ったり、あるいはアシストしたり、ここでそうなんでしょうね、はい、もう引き離されますが、ただじわじわともう近づいてきてるんで、はい、やっぱり一番大事な僕ディフェンスだと思いますね。
止めないことにはね、はい、